BDS テクニカルスクール井田と申します。今日はですねオイル交換について話をねちょっとしていきたいと思います。オイル交換って言ってもよくねベテランの方とかなんかもうオイル交換ぐらい自分でやれよとかってねよく言われる方いらっしゃるんですけれども、とはいえですよ、自分でやるのって結構面倒くさかったりするんですね。私がもしいっぱいユーザーさんにねおすすめするとしたら、自分でやるのとお店にお願いするのどっちをおすすめするかしたら、圧倒的にお店にお願いする方をおすすめします、ね、でなんでかっていうと自分でやる工程があまりにもたくさんあるから、あとはねオイルの処理がめんどくさいっていうところがあります。じゃあ今日はね、そこをちょっと深掘りして話をしていきたいんですけれども、じゃあその自分でねまずオイル交換するときにどっから何から手をつけていいのかっていうと、ここにもねちょっと書いてありますけれども、オイルね廃油の処理ね、オイルフィルターの捨て方っていうのがこれ問題になるんですね。自治体によってこれ結構差が出るんですけれども、廃油ってそのままの状態だと基本的には持ってってくれません。でどうするのかって、BDS がある場所でこれ千葉県のね柏市なんですけれども、そこ確認したらオイル処理ボックスとかに吸着させればいいですよってこと言ってました。これ何ですかっていうとね、オイルパックタンっていうね商品名だったりするんですけれども、ビニール袋の中にこういう綿みたいな吸着剤が入ってるんですね。ここにオイルを染み込ませてそれを燃えるゴミとして処理できますよっていう自治体もあります。であとは今回ね今回ってわけじゃないですけども、オイル交換するときってオイルフィルター変えたりもしますよね。そのオイルフィルターも意外と捨てらんないんですよ。一部紙使ってたりとか金属使ってたりとかしますんで、普通にゴミとして出せなかったりするんですね。金属入ってるから資源ゴムになりますとか、で分解してくださいとか、で柏市の場合だとちょっと持ってきていただかないとちょっと判断できませんって言われました、ね、担当の方もオイルフィルターって言われてもあんまりピンとこないんだと思うんですけどね。でちなみに私住んでるところ都内なんですけれども、都内だと染み込ませたら持ってってくれるんですかって聞いたらダメでした。自治体としては回収しませんと。でオイルフィルターもダメですかって、ああダメですって言われました。じゃあどうするのって聞いたら、業者さんに持ってってくれて、ガソリンスタンドですね、ガソリンスタンドに持ってくと回収してくれます。でもこれただじゃありません。私の近所のガソリンスタンドだと、オイルが1リットルあたり、66円で回収してくれます。でオイルフィルターに関しては紙のフィルターだったら110円って言ってました。でもこれも例えばガソリンとオイルが混ざってたりすると回収してくれないとかいろいろルールありますから、そこはちょっと本当に自治体に事前に調べてほしいんですね。回収してくれるのか、それとも近所のね、ガソリンスタンドで回収してくれるのか、これ調べる必要が出てきます。まず面倒くさいですよね、その時点でね。一個面倒くさい、こうやってね。じゃあそのガソリンスタンドにオイルを捨てる場合はこれに吸収させちゃいけないんですよ。ちなみにね、じゃあどうすんのって、オイル抜くじゃないですか。これこぼれないように持ってくのって。いや、うちの近所が、隣がガソリンスタンドだったらそれでいいかもしれないですけども、そんなことないですよね。いや、運ぶのマジめんどくね、うちの手間ですよね。だからこういったなんかもう、入れ物とかあらかじめ用意しといて、それに入れて溜まったら出すみたいなことをしなくちゃいけないんですけども、初回のオイル交換の時にこういうのは空き箱なんて、ね、ないですから、めんどくさいですね。めんどくさい。ね。じゃあ実際にね、じゃあ自治体で処理してくれますと、オイルを吸収してくれね、燃えるゴミで出せますよって言ったら、これを買いに行くと。だいたいこれもう、500円あれば多分買えると思うんですよね。ホームセンターですとか用品店とか、ネットなんかでも売ってますんで、そういうのを購入していただくと。でその次に、じゃあ実際にオイル交換とかね、オイルフィルター交換しますよって言ったら、エンジンオイルとフィルターを購入するんですね。でこれもじゃあ何に使ったらいいの、そういったものは基本的にはユーザーマニュアルですかね、オーナーズマニュアルとかに書いてあったりしますので、何リッター必要で、どういうグレードのオイルを使わなくちゃいけないよとかね、これなんか 15W55 って書いてありますけれども、グロムとかね、そういった車両なんかだと 10W30 とか、そういった粘土ってものも指定があったりします。でちなみに、この間ねちょっと仕入れたばっかりのグロムがちょっとこの場所にあるんですけれども、それは、オイル交換の時に 0.9 リッター
で、10W30 が指定です。あとはフィルターですよね。フィルターはまあ、ホンダさんで言うとあれですかね、ホームページに純正の品番調べると載ってます。価格は出てないですけど品番出てますので、それで調べていただくと。でそれもオイルフィルターだけでなくて、オイルフィルターを交換するね、オイルの交換するよっていうと、あのワッシャーパッキンとかそういったものも調べなくちゃいけないですね。だ結構手間です。で、あのアフターパーツのね、例えばあのデイトナさんとかそういったものだと、これ超便利ですね。オイル交換はパーフェクトセットっていうので、これでセットになってるものもあります。まあそういったものを調べて購入していただくと。で、あとは作業をするにあたって、やっぱり工具とか必要になってくるんですね。まあ、ですので、そういった工具、何ミリのスパナが必要なのとか、あとはですね、ネジ締めたりしますから、あのこれですね、締め付けトルクっていうのを調べる人が出てくるんですよ。でこの締め付けトルクっていうのは基本的にはオーナーズマニュアルに書いてありません。どうやって調べるのっていうと、サービスマニュアルってものを見ないと載ってないんですよ。でそのサービスマニュアルが、まあ、1冊1万円ぐらいとかね、車種によったりしたりしますので、それを購入していただくってなるとめちゃめちゃ面倒くさくないですか？どうです？あの環境整ってる方でしたらそういうのね調べたりってのできるかもしれませんけど、誰かが持ってるマニュアルねだったらいいんですけれども、そうじゃないというとこういう準備が必要になるんですよ。買ったりとか、ね、なのでこれ考えたらやっぱりお店にお願いした方が楽じゃないですかね。まあ、それでも自分でやりたいとかってねいると思いますので、今日は、ね、その方にもね一応向けてねいろいろ調べました。オイル交換、ね、いろいろ今の全部ね課題をクリアして全部調べましたよ、道具も揃えましたよって言うとですね、まあやっとここにたどり着けるんですね。で、オイルの量の点検とかってじゃあ正しくやるのってどうやってやるのっていうと、まあ、今回ちょっとグロムって形で限定させてもらいますけれども、オイル量の確認はエンジンまずね始動して、3分から5分ぐらいアイドリングさせておきます。でその後にエンジンちょっと止めて、2、3分放置して、でグロムっていうとねエンジンのクランクケースの脇に点検までありますから、それのアッパーレベルとロアレベルの間にオイルが入ってるかっていうのを確認してもらうと、これがオイル量の点検です。じゃあ実際交換ですよっていうと、交換サイクルはグロムの場合だと1年または3000キロどちらか早い方ですね。で交換って形になります。でフィルターに関しては1万2000キロごとって書いてあるんで、まあ3回に1回ぐらいでいいんですね。まあ、一般的には2回に1回の割合でオイルフィルター変えてくださいって言ってますけれども、3回に1回ぐらいでも壊れはしません。壊れないし、ただ、短いスパンでフィルター変えた方が、エンジンの中に残る、ね、古いオイルの量っていうのはどうしても減るので、オイルの性能を、ね、十分発揮させたいって場合は毎回やってもいいと思ってます私はね。はい、で実際に作業をして、事前に調べることでいうと、エンジンの、ね、ドレンボルトってものがあるんですね。エンジンオイル抜きますで締めますのこの締め付けがどれぐらいなんですかっていうのは24ニュートンでも手の感覚じゃわからない。やっぱりねそういった時にはこれがないとダメですからね。まあ、私としてはやっぱりこれ必須だと思ってます、整備する上では。であとはフィルターを交換する時のフィルターカバー、6ミリのフランジボルトってものが使われてますので、ホンダさんの場合だと6ミリのフランジボルトだとだいたい12ニュートンという、ね、指定がありますので、それで締め付けるというのが事前の、ね、調べた内容になるんですね。自分でやるっていうんでしたら、こういうの全部準備してやっていくのが好きだよって方はいいと思います。そういうのちょっとめんどくさいなって少しでも感じた方いたら、やっぱりお店に、ね、お願いするのがいいと思います。あと金銭的にも結構オイル交換のね工賃かかるじゃんって言っても、だっていろいろ買ったりするよりは全然安いですからね。だからまあそうですね、お店でオイル交換なかなかねクイックですぐやってもらえるところって今減ってるので、事前に電話して、いついつオイル交換してほしいんですけどってことを言って、ようやく取ってから行くと短い時間でできます、ね。まあ、作業時間で言ったら20分とか30分ぐらいでね終わると思うんですね。であとね、そのお店でやってもらうといい点っていうと、やっぱり自分だけじゃない目でオートバイを見て、ね、プロのメカニックが見てくれるので、自分が気づかなかった不具合とかっていうのを教えてくれる場合あったりするんですね。
でお店によってはあの空気圧調整してくれたりとか、ね、あとはチェーン清掃なんかも一緒にやってくれるのとお店も中にはあったりしますので、まあ、ぜひですねあのオイル交換するときにはちょっとでも面倒くさいなって感じた方はあのバイク BDS バイクセンサーの加盟店さんにお持ちいただけるといいんじゃないかななんてね思っております。はい。